タイアブリワンディス時、everyone, 2021年の UFO 目撃されたは北アイルランドではないかということで、北アイルランドの方が主張してるんですけれども、ホットスポットではないかというふうにおっしゃってるんですね。ホットスポットというのは、ま人気のある場所、注目されている場所のことを指している時があるんですけれども、まこの過去2年を振り返って、2021年が 一番 UFO を目撃したと言われてるんです。では、どのぐらい北アイルランドで目撃したかというと、8件なんですね。たった8件かと思ってしまうんですが、北アイルランドという地域は非常に小さくて、今インターネットで調べてみますと、日本で比べたら岐阜県ほどの大きさだそうです。これ、当期書いてみたんですが、この濃いブルーの方がイギリス、そして薄いブルー、 水色がアイルランド。その一部赤い部分が北アイルランドなんです。イギリスとアイルランドの長い紛争の歴史もあるんですけれども、この一部分、アイルランドのほんの一部の北アイルランドだけ、イギリスが取ってしまっていて、イギリス領なんですね。それでイギリスは4つの地域、イングランド、ウェールズ、北アイルランド、 スコットランドということになっているんです。そしてこの小さな部分、イギリスになってしまった北アイルランドは、岐阜県ほどの大きさということは、つまり、岐阜県の中で8回の UFO 目撃があるということなので、やっぱり多いんではないかと、北アイルランドの方は言ってるわけです。中には、2021年になって、アイルランドの議員の方が UFO 目撃したりしているそうです。 そして警察などにもそういった報告は上がっていると。ところが調査は一切行われていないということなんですが、まあ、このことから当期、さらには日本が学ぶということはですね、ほんの小さなことでも主張していくということですね。アイルランド人はルーツがケルド民族と言われておりまして、 もうだいぶ昔、イギリスの島ですね。イギリスも島国なんですけれども、ローマ帝国がまあ押し寄せてきたわけですね。侵略してきたわけです。そのローマ帝国によって、ケルト民族が西へ西へと追われていって、アイルランドにまあ多くのケルトの民族が移り住んでいる。もともといた人もいると思いますけれども、まあ、そういった歴史もあるようですね。 まあそして有名なところで言えばアイルランドに行くとほとんどジャガイモ料理と言ってましたね。まあ朝にジャガイモ、昼にジャガイモ、夜にジャガイモと。イギリス全体的にですね、結構お料理はそんなに美味しくないとか、まあ言った噂が昔あったんですよね。今はまどんどんいろんな味がやはり出てきて美味しくなってるという話なんですけれども、あの日本人の方がイギリスに行ってですね、 何かが足りないと思うんですって、ご飯を食べてると。なんと、出汁がないそうなんです。日本食って出汁を大切にしてたりするんですが、出汁をとってお味噌汁を作ったり、まあそういったことで美味しいんですけれども、例えば、あの、日本のですね、どこかの病院が塩分を控えめにしなければいけない患者さんに、どのような料理を 作って美味しく食べてもらうかっていうことをやってた時に、出汁をとにかく多く取って、塩はなるべく使わないというふうにやって美味しかったそうです、とっても。確かに陶器もお料理出汁が多くて、あんまりお塩とか使わなかったりしますね、そういえば、うん。で、その大切な出汁がイギリスにはほとんどなくて、その素材の味そのものを楽しむという感じらしいんですね。 ポテトはそのまま茹でて、ちょっとしたバターを添えてとかですね。そういったのが多いと言っていますね。うん、ですからこの出汁や豊かな味に慣れ親しんだ日本人という、まあ舌が非常に超えている人種だと思うんですが、日本人はイギリスに行くとイギリス料理に何かが足りない <laughs> と思うそうです。まあ今回はアイルランドの方々が2021年は我々アイルランドが 最も UFO を目撃した土地だという主張から少しお話を広げてみました。トッキーでした。それでは、おやすみなさい。